LINE で友達追加する方法についてご説明します。トークしたい相手をご自身の LINE に登録しましょう。まずはじめに LINE ID で追加する方法をご説明します。ホーム画面から LINE をタップします。画面下部のホームが選択されていることを確認してください。画面右上の友達追加アイコンをタップします。画面上部の検索をタップします。友達の ID を入力して検索アイコンをタップします。検索結果が表示されるので追加をタップします。これで友達の追加完了です。続いて QR コードで追加する方法をご説明します。ご自身の QR コードを表示させたり、読み取るだけで友達登録することができます。ホームから画面右上の友達追加アイコンをタップします。画面上部の QR コードをタップします。画面上の四角の枠に相手の QR コードを合わせて読み取ります。相手のアカウントが表示されたら追加をタップします。これで友達の追加完了です。自分の QR コードを相手に読み取ってもらう場合は、QR コードをタップします。My QR コードをタップします。ここから自分の QR コードを表示することができます。